またまた再逮捕、絶対に許さない。女性限定1泊980円、破格の値段には裏があった。古民家を改装してオープンしたゲストハウスとつや、経営者の竹内俊治被告は訪れた女性客を酩酊状態にさせ乱動した。意識のない相手への行為であったため、しばらくの間誰も気づかなかった。しかし女性客の一人が宿泊後に嘔吐など体調を崩したため警察に相談。調べたところ、体から身に覚えのない成分が検出された。さらに捜査を続けると、捜査線上に竹内被告が浮上し逮捕。事件発覚後、私も被害に遭ったかもしれないと被害を訴える女性が次々と現れ、2023年には8度目の逮捕となった。女性一人でも安心して過ごせる宿というレビューがあるが、全く真逆のとんでもない宿だった。